「
忘れることなく思いは募るばかりである。それでは中島さんお願いいたします。私の気持ちに気づいているなら私の歌を聴いて走ってくるだろうと歌います。それでは平さんお願いいたします。
最年少出場です。高校1年生の爽やかなお声をお聞きください。歌詞をご紹介します。昔の人や暮らしゆう歌にかけ、妻の宝で生に抜く勝利。昔の人は暮らしを歌にかけ、島の宝として今に残されている。あたらすま歌たんり磨きつけ、バガケーラキムユつらしたぼおり。祖先が残してくださった八重山歌を歌い継ぎ、これからも私たちの心の支えであり続けてください。トゥバラーマ歌よと歌います。それでは宮根さん、お願いいたします。Oh!
はい、ありがとうございます。宮根さん、ちょっとこちらへお話をお伺いしましょう。はい、はい、お疲れ様でした。これだけの皆さんの前でトゥバラーマ歌う気持ち教えてください。どうでした？思ったより緊張しなかったです。しなかった？さすが。いやー、すごいですね。開始にお母さんがね、いましたけども、はい、このトゥバラーマあるいは三線はどなたから習ったんですか？お母さんがやってて5歳の頃から始めて。5歳から。で、横目ヒルジー貞子研究所のところで今までずっと習ってます。そうですか、はい、はい。で、今八重山高校1年生で郷土芸能でも三線を担当してるんですか？はい。そうですか。はい、トゥバラーマ歌、習ってこうやって、予選を通過して大会で自分の思いの丈を歌ったということですけども、はい、高校1年生、このトゥバラーマというのはどんなに感じます？高校生の。難しいかな。トゥバラーマ難しいけど、なんか人それぞれ歌、なんだろう、表現する。そう、なんかいろいろ感じ、なんか歌い方とかも違くて、はい、その面白いなって思います。そうですか、はい。これからね、郷土芸能部の活動も含めて、三線を長くしっかりと歌い継いで、またこの場でね、お話をお伺いできることを楽しみにしております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。仲良いユナイトですね。歌詞をご紹介いたします。年あとり、形や変わるとん、キムヌバガサやいつゆまディン、ぞうしぬながらいたぼおり。年はとって姿形は変わっても、心はいつはいつまでも若々しくありたいですね。いつよまでも、そして長生きしていきましょう。意味者からむつりけるバガーケーラ、ぬつありり語らいはらら、ぞうしぬ語らいはらら。幼い頃から一緒に遊んだ仲間よ、長生きをして語り合いましょうねと歌います。それでは佐治さん、よろしくお願いいたします。形や
悔や後中の思いもの辻を取るほど思い出まさる。当時の一声は命のある限り思われて、年を取るほどその思いは勝っていくと歌います。それでは山田さん、よろしくお願いいたします。通りょるトゥバラーマククルンピトミチアリタボーリ。月と太陽が同じ道を通るように、あなたの心も変わらずにいてくださいと歌います。それでは宮原さん、よろしくお願いいたします。
ピアさん、ありがとうございました。お願いいたします。それでは東加山さん、お願いいたします。中鈴かなしゃ
離れているほど思いは深い、見えない糸を手繰り寄せたいものだと歌います。それでは後原さん、よろしくお願いいたします。やいまのうやぬどさたしんでうむいひいりよ、んぞうしぬうむうりそうよ。南のそよ風がそよそよそよぐ夜は、やいやまの親がさたしていると思ってくれよと歌います。それでは山田さん、お願いいたします。Good.
歌詞をご紹介いたします。ティダンウテウフツクヌブリョールアウダンラキネヌヤンカイムドリョーラ。日が沈み月も昇ったよ、カエルも鳴いているし家に帰ろうかな。ドゥーハダニゴーバガンジュアリトーリヨイツユマディンながらいたぼうりゾウシーヌ百二十歳マディン。健康願いをしていついつまでも百二十歳までも長生きしてくださいねと歌います。それでは殿城さんよろしくお願いいたします。Thank you.
い、殿城さん、あれを少しお話をお伺いしましょう。殿城さん、どうぞ。こちらへお願いします。こちらへどうぞ。お疲れ様でした。頑張りました。わからないですね、これは。いや、頑張りましたよ。はい、北部地区のトゥバラーマ大会、どういった規模ですか？どれぐらいの皆さんが参加されてるんですか？大会自体は参加人数は20名ぐらいですね。はい、ちょっと一緒ぐらいな感じで、はいはい、会場は、会場の規模はですね、こっちよりちょっぴん一回り小さくなってる。ちょっぴんね。はい、名古屋アグリパークというところで。あ、外ですか？外です。外で舞台作って、はい、そうです。あ、そうなんですか。はい、じゃあ盛り上がりますね。もうすごかったです。そうです。どこ行ってもあれ大浜のだよっていう風な声がですね、歌って聞こえたりして、はいはいはい、嬉しいなと。はあ、そうですね。本当に言ってもそれがあったんです。さあ、そして、石垣市のこのトゥバラーマ大会へ参加されました。いかがですか、この新栄公園の会場雰囲気は。もうすごい緊張しました。緊張した、うん。まあでもこうやって、高見床の月をバックにしてですね、はい、思いの丈、殿城さんの思いは歌い上げられましたか？はい、この願いはじいさんばあさんがね、ずっと長生きしてくれるかなと思って、はい、今度の歌詞にも書いたので、これ聞いて今元気、ちょっと足またパンよりてもちょっとなってるんで、もうちょっと元気出してもらったらなと思いました。あ、じゃあおじいちゃんおばあちゃんにね、歌届いたと思いますよ。はい、はい、そうですね。また帰られてもね、北部の方でもこのトゥバラーマぜひ歌い継いでいっていただきたいと思います。はい、ご苦労さんでした。ありがとうございま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 した。くんずみやあいしどすみるかなしゃーとばんとやきむしどすみる、紺色は愛で染めていくが、あなたと私との仲は心で染めると歌います。それでは東さん、よろしくお願いいたします。Oh.
今でも共にあると私は思った。今日の別れは生涯の中で心に残る痛手だと歌います。それでは石垣さん、よろしくお願いいたします。Oh,
今や羽毛なうらるぬあさんゆさん隔てているゆえ我が生まれ島を思わずにはおられぬあさもゆうもと歌います。それでは牧之瀬さんお願いいたします。私の歌を聴いて走ってくるだろうと歌います。それでは前城さんお願いいたします。Oh!
では村上さんお願いいたします。皆さんありがとうございました。どうぞ少しお話をお伺いしましょう。こちらへどうぞ。お疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。関西地区いつ開催されました？8月の、はい、日にちが出てます。あ、そうですか。はい、そんなに時間は経ってないですね。経ってないですね。そうですね、はい、はい。この代表に決まった時はどうでしたか？お気持ちとしましては。そうですね、身が引き締まるというか、はい、やっぱり本場で歌うのは身が引き締まりますね、うん、そうですか、はいはい。普段からその三線歌、トドラナムとか、はい、その接する機会というのは多いんですか、村上さんは？もう大好きなんで、はい、延々練習してますね。そうですか。まだまだですけども、はい、うん。じゃあ今日はこの新栄公演、しかも外の会場実現しましたんで、はい、この雰囲気はいかがですか？やっぱり最高ですね。そうですか、はい、はい。今日歌われました歌詞、はい、これは村上さんがお選びになったんですか？そうですね、はいはい。何か思いがありますか？そうですね、いっぱい応援してくれる方もいますし、はい、まあ、大事な人もいますし、あ、そういう人たちに伝わればなと思いました。大事な人も、はい、そうですか、はいはい。この大事な方は大阪ですよね、伝わったということで。まあ、いろいろそうですか、はい。トゥバラーマートにはいろんな思いがありまして、まあ、関西でもたくさんの皆さんがご愛顧いただいているということですね。そうですね、はいはい。この後もまたたくさんの皆さんが歌い継がれていかれて、はい、毎年こうやって代表を、ね、送っていただけるように、正解であるように。そうですね、はい、早山出身の方もいっぱいいらっしゃいますので、はい、一緒に盛り上げていきたいと思っています。そうですか、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも村上さんでございました。
いや、うらぬ定み。天の星の数ほど乙女子はいるけれど、心に決めているのはあなただけですと歌います。それでは東さん、お願いいたします。明石多忙り、歌で名高い私の生まれ島に黄金の花を咲かせてくださいと歌います。それでは黒島さん、お願いいたします。
い滴る雨が光と踊る、庭の下がり花が舞い遊ぶ、愛おしい歌仲間よ、浮きうぬぴつ煙につくありば、浮きうぬすまずま月ゆう歌ありば、増しぬ湯花うれ、世界中の人の心に月があれば、世界中の各村に月夜の歌があれば、平和が訪れますようにと歌います。それではともりさん、お願いいたします。Oh.